太陽国中部プラチュワップキーリー関県フワヒン群にある大国有鉄道南本線の駅である。停車中の起動車。背後に信号呼気所が見える。フワヒン駅は太陽国中部プラチュワップキーリー関県の人口約9万6千人が暮らすフワヒン群にある大国有鉄道南本線の駅である。駅の正面側は東向きであり、町の中心部に位置する。 クルンテープ駅より 229.04km であり、特急列車利用で3時間20分程度である。ナコーンパトム駅南は単線区間であるが現在ナコーンパトム駅より、当駅までの複線化工事が進行中である。1911年11月25日に開業し、約100年の歴史を持つ一等駅であり、特急列車を含む全列車の停車駅である。 ついたちあたり28列車が発着しその内訳は特急4往復、急行2往復、快速5往復、普通3往復である。普通列車の1往復は当駅が始発、終着である。不和品群内にあるいくつかの宮殿には王室関係者がしばしば滞在し、バンコクとの間で王室関係者の移動が行われる。移動には鉄道が利用されることもあり。 当駅も王室関係者の利用に備え、駅本屋側のホーム上に王室専用の壮麗な待合室が設置されている。本屋と反対側のホーム上には信号呼気所が設けられている。大国有鉄道南本線は東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。南本線は 前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。南本線は旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が1903年6月19日に開業したのを皮切りに南北3カ所より同時に延伸工事が開始され、当駅はペッチャブリー駅側からの第二期工事分として1911年11月25日に終着駅として開業した。 開業して約2年後にワンポン駅まで延伸開業し中間駅となった。短式及び島式一面の複合型ホームに面参戦及び対比線からなる地上駅であり、駅舎はホームに面している。駅構内に退役した蒸気機関車305号機が生態保存されている。不和品駅前の APD101 駅前には、 西日本旅客鉄道より譲渡され、その後退役した元木派58型2両 APD101、APD209 が図書館として活用されている。外面塗装は現役時代と異なり、前後面は黄色一式、側面は赤茶色地に白線2本のかつての身延線の車両のそれに似ている。ありがとうございます。